どうも、こんにちは、タカです。今回も、妖怪ウォッチ2、女の子で、2周目プレイやっていきたいと思います。前回は、台風の目を倒したところですね、ボス。妖怪大合戦。次の章は、妖怪大合戦に挑んでいきたいと思います。うん。じゃあな、タカ子ちゃん。バイバイ。また遊ぼうね。うん、またね。何やったんやろ。何で遊んどったんやろ。駄菓子屋やもんな、ここ。では、我々もお家へ帰りましょうか。にゃ、このまま帰って、にゃー KB のテレビ見たいにゃん。お。雲海三面鏡。タカ子、もう一度君の力を貸してくれ。ふみにゃん、いきなりどうしたの？このままでは大合戦が始まってしまう。大合戦？とにかく、過去に来てくれ。桜町の駅前で集合しよう。おう。何やろ？あんなに慌ててどうしたんだろう？もしかしたら、それほど大変なことが起こっているのかもしれませんね。うん。まあでもさっき言ってた通り、あれですね。タイトルであったように、妖怪大合戦ですね。それが始まろうとしてるってわけですね。まあ、理由は置いといて、妖怪大合戦が始まってしまうと、止めないといけないですね。ワープで行こう。雲海鏡を使ってワープをして過去に行って駅前に行くと。ワープは、なぎさきじゃなくて、きまもと。ここや。ワープ。あ。あえて話しかけんとこうかな。話しかけだろう。こんにちは、きま。もしかして地元の人じゃないきまね。うん。夏休みでおばあちゃん家に来てるの。あれ？君。花子さんたちと一緒にいた。そうです。キークエストの花子さんと鬼ごっこした時にケマモンいました。君ってやっぱり妖怪？ケマモンだケマ。ケマモン？ケマモンはケマモト村のご当地妖怪として生まれたんだケマよ。ご当地妖怪、ご当地キャラみたいなの？ちょっとちょっと、いいんですかこれ。そのビジュアルに、そのネーミング、これ、どっかで見たことありますって。ところで、お前さんたちは、どの町からやってきたんだ、ケマか？桜ニュータウンってとこだけど。ふむふむ、なるほど、ケマね。お前さんたちに頼みたいことがあるんだ、ケマよ。ちょっとばかし、聞いてくれない、ケマか？聞いてみましょう。ご当地妖怪の生きる道。結構悩んでらっしゃるな。引き受けちゃうんですか？この妖怪、どう見ても、まあ、困ってるみたいだし、聞くだけ聞いてみようよ。助かるケマ。ケマモンは、このケマモト村をアピールするのが使命なんだケマよ。だから、この駅から町に繰り出そうと思ってたケマね。でも、どこ行けばいいか全くわからないケマよ。計画性なさすぎでしょ。だって、ケマモンはケマモト村から出たことないケマからが、別に無理して町に出なくてもいいんじゃ。そういうわけにはいかないケマ。ケマモト村のいいところ、都会でもアピールするケマから。ということで、お前さんの桜ニュータウンって町に行くケマよ。って、どこに行けばいいケマか？人が一番集まるとこないケマかね。そうだな。桜 EX 釣りとかどうかな？場所もわかりやすいし。横文字ばっかりだ、ケマ。これが都会ケマか。ケマ元は K に、馬に、ケマ元、本やったかな？でも、いかにも、人が集まりそうケマね。それじゃあ行ってくるケマよ。電車なら桜木駅ってとこで降りればいいから。うん。わかったケマよ。初めての電車、楽しみケマ。初めてなんだ。
心配やな。大丈夫ですかね。私たちもこっそりついていきません？ウィスパーも心配しようとな。うん、そうだね。過去行く前にケマンモンのクエストクリアしておきましょうか。EX3。よしよし。ついでなんで、まあ、レベルアップも兼ねて、いいかな。なんかヤンキーやな、やっぱり。この音、縁かな。ブンブン。都会は恐ろしいところ、ケマね。あれ？ケマモン自信失っとうぞ。え、どうしたの？ケマモン、ここでずっとケマモト村をアピールしてたケマよ。ケマモト村の自然とか、名産とか、妖怪とか、妖怪アピールしても、てかもう、むしろケマモン人に見えるん。必死でアピールしてたケマ。でも、誰も立ち止まらないケマよ。そうなんだ。都会の人間、ケマモンのこと完全にスルーするんだケマよ。まるで、ケマモンなんて見えてないみたいだケマ。そりゃ、妖怪だから。あ、やっぱケマモンも見えてへんねや、みんなに。みんな、あいつに、あの桃色のもみまんじゅう妖怪に夢中だケマ。いますね。桜 EX3 の、マスコットキャラクター、エクセレントくんやったかな。もみじでも妖怪でもないけど、もっと他の方法を使いません？例えば、誰かに取り付いたり。もう帰るケマ。ああ、え、やっぱりケマモンは都会には向いてなかったケマよ。田舎で泥団子でも作ってる方がお似合いなんだケマ。泥団子。泥団子作るんか。そこまで落ち込まなくても。それじゃあ、バイバイケマ。ますます心配になってきましょう。もう少し追いかけてみましょうか。うん。ていうか、ウィスパー結構世話焼きだね。確かに。ケマモンが、まあ、妖怪なんでみんなに見ないっていうのもあるんですけど、自信失ってましたね。この後はケマモンどこ行くんやろ。ケマモト、どこら辺におるやろ。おばあちゃんちょっと行ってみよう。でもって、ナビつけるか、ナビ。どこかわからんぞ、俺は。クエスト。ケマモンのクエスト受けるの初めてなんですよね。天気のいい昼。ほう。今はもう昼か。朝っぽいけどな。受けれへんのかな、もしかして。お。ハテナが。いっか。ケマモン、ケマモン。あ、駅か。駅の方向か。バス乗って行きますか。バスを待ちます。お、スキップでき。乗ります。200円。ケマもへこんどるんやろうな。到着。あ、こっちはイベントスキップできるんや。あ、そうか。200円払うか払わへんか。あー。ケマもなんか妖怪取り憑かれてへん？はあ、ケマ。ケマモン大丈夫？なんだケマ。また、お前さん、ケマか。どうせ、ケマモンを笑いに来たケマね。え、そんなことないけど。ほら、見るケマよ。これが都会に敗れた田舎者の姿だケマ。はは、笑えよ。ケマモン、どうしちゃったの？押し込みっぷりが半端ないっすね。最初はあんなに明るかったのに、そんなにショックだったのかな。もしかしたらそれだけではないのかもしれませんよ。さっきからケマモン以外の陽気も感じるんですよね。え、それってもしかして、ええ、桜ニュータウンまで行って良くない妖怪にでも取り憑かれてたり。それだよ、妖怪を地へ探さなきゃ。うん。どこや。どこやどこや。ん？近くないんか？ここら辺。おった。誰やお前。誰？あ。蛇。
仕切るんじゃの親戚か。妖怪。なんやろ名前。初めて見るな、俺。スネーク。しまった。見つかってもうた。やっぱりいた。ウィスパー、これって何の妖怪？これはですね。出ましたってなんやねん。妖怪スネーク。取り憑かれると、すねちゃうみたいですよ。ちょっとしたことで、俺なんか、どうせ、ってなるあれです。今のケマモンじゃない。ねえ、スネーク、ケマモン、ちょっと落ち込みすぎだから、取り憑くのやめてよ。なんだと？都会に出てきた奴らに、どうせ寝可能だって、すねさせるという、俺の唯一の楽しみを邪魔する気か？うわ、嫌な趣味。くっそ、俺なんかどうせ、ただの悪趣味な蛇だよ。間違ってはない。あ、バトルなるんや。おなじみのバトル。あ、ネガティブーンも連れとる。もう、最強コンビやな。ネガティブーン&スネスネーク。早めにやっつけたろ。よし。カゲリフ・ヤマトのオロチ。楽勝。結構弱かった。オーケーです。お、あら。ふん、やってられんの。俺なんかどうせ。あ、すねてもた。すねてもた。スネークもいなくなりましたし、これでケマモンも。あれ？はあ、やっぱり都会は恐ろしいところケマ。二度と行きたくないケマよ。まだへこんどる。元からへこんどったな。変にすねなくはなりましたが、落ち込んでるのは変わらないんですね。どうすればいいのかな。そうですね。やはりここは別の妖怪の力を。うわあ、よかとこですね。ん？ほら、ほら、早く早く、景色も美しかですよ。なんやなんや？お？あれはー！ほら、早く早く、急がんね。出たー！くまモン！まさかの登場、くまモン！本物の登場。熊本のくまモンやもんな。あ、違うか。くまモン、熊本じゃん。おー！うおー！ねえ、あれって、もしかして、くまモン先輩だけまー！あ、ちょっと、地元の人ですかね？いや、私はおばあちゃんの、あー、ごめんなさい。里帰りばしとったかね？あのですね、くまモンと私は熊本を PR して回っとるとですけどね。あかん。方言についていけん。熊本とケマモンってそっくりじゃないですか。ということでですね、はるばる熊本からやってきたとですよ。ね、熊本。やってきたとですよ。うん。あ、喋らへんねやな。熊本。お、本物だケマ。本物の熊本先輩だケマよ。夢のようだケマ。やっぱり意識してたんですね。で、その格好大丈夫ですかね。まあ、あの人たちには見えてないでしょうけど。それにしても、よかとこですね。自然がいっぱいですよ。くまモン。え、くまモン、なになに？熊本にももっとよかとこある？よかとこがある？う、ぐー。そうそう。熊本は熊本村みたいな綺麗な自然がいっぱいですもんね。うん。阿蘇もよかとこですけど、お姉さん的には浅草が最高ですね。そうそう、何より熊本は水が美味しいかとですよ。ね、うん。美味しか水があると、あるってことはですね。野菜も果物も美味しかってことです。うん。スイカもですし、トマトだってびっくりするほど甘かですけんね。ああ、もう方言が読めへんぞ、ほんまさっきから。どうです？熊本にもいっぺん行ってみたくなったでしょ？とっても行ってみたい。うん。やった！ありがとう、くまモン。また熊本の魅力が伝わったね。んぐー。くまモン見て。すごいケマ。くまモン先輩、すごいケマよ。
さっきから一言も喋らずに動きだけで全てアピールしているケマよ。そうだケマ、あれこそがご当地キャラの生きる道なんだケマね。フナッシーは何なんすかね。フナッシーは、フナッシーはまあいいか。ケマも目が覚めたケマよ。また都会に挑戦するケマ。お、またやる気出した。ああ、どこ行くんです？また同じ目にやっても死にませんよ。でもクマを見て元気になったみたいだし、そうですね、今度はうまくいくかも。とりあえず追いかけてみましょう。まさかのご本人登場とは予想しませんよ、こんなの。確かに、なるほど、想像せへんかったやろな。ケマモンでパロディってて、まさか本人が登場するとは思わへんやろな、ゲームに。どうです、熊本に行ってみたかでしょ。行きたくなったら教えてね、お姉さんが連れてってあげるけんね。うん、というわけでケマモン見に行きましょうか。はい、よしよし、ケマモン何しとおうかな。ケマモン、お、お、すげえ、寄ってった。メラメライオン、長花、これは絶好調か。ケマモン、やっぱりここに来てたんだ。ケマモン、あの、もしかするとですね、彼本当にクマモンさんを見習って全く喋れないようになっちゃったんじゃ。しかし見てくださいよ、みんなすごく注目してますよ。こいつすげえな、燃えるように熱いダンスだぜ。誰だかわからないけど絶好調ね。誰だかわからないけど、自分割と違うて無口やけど、その踊りはビンビン来るで。すごいよケマモン、前とは比べ物にならないじゃない。あれ、このメダルは、おお、ケマモン出てまいりました。え？え？ちょっともう一回声聞きたい。ケマモンの声じゃないよな、絶対今の。ケマモン出てまいりました、なんか選挙カーのなんか大演説みたいな声したぞ。ケマモンはニックネームつけれないっす。ケマモンはケマモンで。友達になってくれたようですね。ケマモンにも感謝されてみたいですね。うん、でもやっぱり喋らないんだね。私ちょっと思ったんだけどね。はい、何か問題でも？ケマモン全く喋ってないでしょ。だからさ、これ、ケマモト村アピールできなくない？はっ！まあ、本人は満足そうですし、いいんじゃないですかね。というわけで、ご当地王から生きる道、クリア。さすがです。まあ、ケマモンが満足してるからええんかな。でも、あんなずっと踊ってたら疲れそうやけどな。うん、アイテム結構もらえた。ありゃりゃ、逆さかさが逆さのまま終わった。はい、というわけで、今回過去編に行って、なんかフーニャの話を聞く前に、ケマモンのクエストクリアしちゃいました。ケマモンはまあ満足してるみたいなんで、まあ全然大丈夫でしょう。このまま頑張ってここで生きていくんじゃないですかね。というわけで今回はここで終わりたいと思います。終わります。ありがとうございました。